ペットですか。学園で本格的な悪意を向けられて弱っていたのでしょう。気にされる必要はないかと。無理に決まってるだろ。俺の心はガラスみたいに繊細だからな。マスターの心は防弾ガラスでできた特別製です。ま、これでよかったのさ。モブが調子に乗って主人公や悪役令嬢と関わったからバチが当たったんだ。今回の場合はマスターがオリビアの成長を阻害したのが原因かと。成長阻害？ふざけるなよ。俺はいろいろと手伝ってきただろうが。それがオリビアの精神的な成長の妨げになっているのです。オリビアはさぞ可愛らしいペットだったのでしょうね。この世界ではマスターにとって貴重な都合のいい女子ですから。気は済みましたか？もう一発殴りたいけど手が痛い。